日本、鹿児島県鹿児島市、長吉英吉は、鹿児島県鹿児島市の町定。旧薩摩国鹿児島郡鹿児島近在、長吉村、鹿児島軍石村大技、英吉、鹿児島市、長吉町。郵便番号は890023。人口は4802人、世帯数は2362世帯。 長吉一丁目から長吉三丁目までがあり、長吉一丁目から長吉三丁目までの全域で、住居表示を実施している。鹿児島市の中部、甲月川中流域に位置している。長域の北方から西方にかけては小野、北西方には下石識、南方には原漁、東方には草むた、西方には明和がそれぞれ隣接している。中央部には、 鹿児島修学館中学校、高等学校、鹿児島アリーナが所在している。現在鹿児島アリーナがある場所には、江戸時代より鹿児島刑務所が設置されていたが、1985年12月16日に管理棟2階から出火し、1棟が全焼する火災が起きた。そのため、同年には、愛良郡吉松町中津川に移され、現在では、 正門が現存している。また、未決交流者を収容する鹿児島高知市所が残されている。平成5年8月豪雨では、町域の東端部を流れる高月川が氾濫したことにより、長吉周辺の民家約1万世帯以上が浸水し、大きな被害を受けた。その結果として、水害の2年前から施行されていた、長吉地区の区画整理事業が進展した。 永吉という地名は永遠に肥沃な土地であることを願って付けられたことに由来する。かつての長吉町付近を流れている光月川の川底から、弥生時代後期の土器などの遺物が出土しており、光月川川底遺跡と呼ばれる。長吉という地名は、角川日本地名大辞典によれば南北朝時代より見えるとされ、薩摩国鹿児島郡のうちであった。 鹿児島氏氏によれば、鎌倉時代の文法2年には、薩摩国総治党職に補えされていた島津氏の島津、忠宗が、島津貞久に対して、鹿児島の氷堂仲良しを譲り、鎌倉幕府の安堵を受けたとされている。塩分断念に、島津貞久は本領を呼び、現行以降の所領を安堵され、その本領のうちに、鹿児島郡長吉寺党が含まれている。 常時2年に定久は譲り状を作成し、鹿児島郡長吉村橋中に譲られた。札藩旧記雑録によれば、安土桃山時代の天正20年、殺遇美事車両注文には、英吉という字が見え、同年の豊臣秀吉によって7丁6単余りが、常置され、3丁8単余りが寺付けと定められた。文禄4年の、伊住院公願。 本田三世連書宛てが以上により本田序上に106国余りが宛てが割れ残りを所持に割り当てられた。江戸時代には鹿児島郡鹿児島近在のうちであり長吉村は鹿児島近在のうちの近名であった。村高は天保号町では173国余り三州五地西洋欄によれば369国余り原両村編入後の 急行給料取調べ庁では930国余りであった。安政年間には、島津成明によって水車館が設置され、旗折りが行われていた。この水車館で行われていた、防石業は、島津忠義の時代になって近代化され、いっそに近代工場が作られた。村内には、薩摩街道、氷山街道が通っていた。 1871年に隣接する原料村を編入した。1948年の長吉付近の航空写真。中央に見えるのが鹿児島刑務所。1889年に町村制が施行されたのに伴い、鹿児島近在の内の上意識村、下意識村、犬は間村、小山田町、菱島村、皆房村,村、長吉村の区域をもって、 鹿児島郡石村が成立し、それまでの長吉村は、石村の大技、英吉となった。1908年に、鹿児島刑務所が石村大技英吉に竣工し、それまで、鹿児島市小川町にあった監獄が、長吉の鹿児島刑務所に移転した。1920年10月1日に、鹿児島軍石村大技栄吉の区域が、石村より、 鹿児島市に編入された。ただし、町としての設置は、編入から5年後となる1925年8月に行われ、鹿児島市の町、長吉町となり、長吉の一部より、原良町が分立した。1979年に、原良団地、長吉団地の区域にあたる小野町、長吉町、原良町の各一部において、住居表示が実施されることとなった。 これに伴い、7月16日に、町域の再編が実施され、原田町、長吉町の各一部より、名は一丁目、長吉町の一部より、名は四丁目、小野町、長吉町の各一部より、名は五丁目が設置された。1986年3月25日に、それまで長吉町に所在していた鹿児島刑務所が、姉良郡吉松町に新築移転し、 前年の1985年4月には、未決州を放置するための放置支所が設置された。1992年10月には、鹿児島刑務所跡地に鹿児島アリーナが落成した。2000年3月6日には、長吉町の一部にあたる長吉地区において、住居表示が実施されることとなり、それに伴って、長吉町の一部の区域より、 長吉一丁目、長吉一丁目、長吉三丁目が設置された。2001年3月23日には、長吉町の一部が、名和一丁目に編入された。以下の表は、国勢調査による、小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。1995年は、長吉町、2000年は、 長吉一丁目から長吉三丁目のデータである。旧鹿児島刑務所正門鹿児島修学館中学校、高等学校私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。